舞い忍びます。任務開始。騒がしいと思って来てみたら、これはますますきな臭くなってきたな。ユミちゃん、それにミヤビちゃんも。もしやアスカさんたちも謎の光に吸い込まれてしまったのですか？うん、いきなりで抵抗する間もなかったよ。ミヤビさんたちとは先ほど合流したのですが、ここに来た状況は全く同じです。一体何が起こっているのでしょうか？わからないけど、でも誰かが私たちをここに集めたのかな。ああ、そう考えるのが妥当だろうな。あっちから匂いがします。これはリョウビさんとリョウナさんの匂いです。え、リョウビちゃんとリョウナちゃんは一緒じゃなかったの？ちょっと事情があってな。二人もここに来ていたのなら話は早い。早速合流するとしよう。あれ、ホムラはどこに行ったの？ホムラさんなら寝てるで。
起きてると腹がすくからって言ってたな。臨時収納のおかげでこんなに肉を買うことができたぞ。腹が破けるまで食べてやる。なんか楽しそうな夢を見てるみたいね。無理に起こしたらかわいそうですわ。ほらもうこのまま、むしゃむしゃ寝かせておいてあげましょう。むしゃむしゃ。ヨミお姉ちゃん、その無心に食べ続けてる草、美味しい？美味しいか美味しくないかは問題ではありません。お腹にたまるかたまらないかが重要なのです。はあ、アルバイトのお給料日もまだ先なのに。わし感情ないけど食欲はあるんや。このままやと空腹で倒れてしまうで。おや、あれは何でしょうか。何か不思議な光が。ヨミちゃん、その野草を食べるのはやめなさい。幻覚を見ちゃってるじゃない。 いえ、これは幻覚なんかじゃ。あれ、私にも見えちゃってるんだけど、何なのこの光。肉、マンモス肉。なんだここは。どうして夏で砂浜なんだ。誰か私に説明しろ。ホムラが寝てる間に不思議な光が現れて、その光に吸い込まれたらこんなことになっちゃったの。バカな、そんな不思議なことがあってたまるか。未来、夢でも見てたんじゃないか。いや、それホムラでしょ。というか、これは夢か。もしかして私が夢を見ているのか。ならば肉よ、いでよ、たくさんの肉よ、出ておいで。山盛りのお肉たちよ、お願いだから出ておいで。ホムラちゃん、残念ながらこれは現実よ。なんだと。皆さん、誰か来ます。えらい殺気やな。わしらとやり合おう言うんか。どうすんのホムラ。無論やるに決まっている。殺気に対しては殺気で答える。それがホムラグレン隊だからな。ホムラ、舞順次よ。いくらでも相手になってやる。よし、こいつで。よし、来たぜ。スクリーンシャーク。よし、来たぜ。よし、来たぜ。ふんや、や、受けてみろ。ドーシェッシャー、や、でや、ドーリ、遅い。や、ふっ、で、で、で、よし、しゃあ。して、ドーリア。チェスト。いくらでも相手になってやる。こいつで。よし、来たぜ。ふっ、よし、こいつで。うー、
忍び転身。塵も残さん。これでどうだ。焦げつけ。フンドチェスト水車燃え上がれ。シュシュシャッで切り裂く。こいつで燃え尽きろ。焦げつけ。セイディセイディシュアフンシュドリャー燃えろ。フッデアドシャッデイ薄っぺシュシャッ薄っぺらいんだよ。デシュシュこいつでシュチェストデッドフッデッ切り裂け。嫌がったぜ逆先がけ。覚悟を決めな。来やがっしゃしゃ私を楽しませろ。デイセイフンチェストデイデイデイドリャデイ燃えろ。こいつでフッ邪魔だフッ邪魔だフッ燃えろ。ドリャ燃えろ。薄っぺらいんだよ。出ていくんぜいって燃えろ。ふん邪魔だ。でチェストでしゃぜい燃えろ。そこだ来やがったぜ先駆け。でいチェスト切り裂け先駆け。任務達成。歯ごたえのない。なんだなんだ、これっぽっちで終わりなのか。私たちはまだまだ暴れ足りないぞ。ホムラちゃん、アスカ、それにユミ、ミヤビも。ホムラさん、相変わらずお元気そうですね。これではっきりしたな。私たちは誰かの意図でここに集められたんだ。そいつは今から私が説明してやるよ。誰だ。この声はまさか。ちゃんと揃ったようだね。若き忍び学生の面々が。ばっちゃん、あの方はアスカさんのおばあ様なのですか。うん。ばっちゃん、心配してたんだよ。こんなところで何やってるの。どうして家を出て行ったの。その辺のことはおいおい話すよ。お前たちをここに集めた理由にも絡んでくるからね。え、どういうこと。どうしたミヤビ。バカな、ありえない。どうしてお前がここにいる。私の目の前で死んだはずなのに。ただいま、みやびちゃん。みんな、りょうきお姉ちゃんが帰ってきました。絶対仲良くしてね。舞台に役者が揃ったようじゃの。さあ、これより祭りの始まりじゃ。
千年祭にようこそ、若き忍びたちよ。神楽千年祭。神楽千年祭とは、無念のうちに死んだ忍びたちの魂を安らかに成仏させるための祭りじゃ。だからこの世界では死んだ忍びも生き返っておる。死んだ忍びが生き返ってる。そう、さっきお前たちが戦った忍びたちもそうじゃよ。まあお主らの先輩ってわけじゃな。それって幽霊ってこと？なんだアスカ、幽霊が怖いのか？情けないやつだな。私は幽霊なんか怖くないもん。幽霊が怖いのはホムラちゃんの方でしょ。私だって怖くないさ。幽霊などちょっと体が透けているだけのただの人だからな。死んだ忍びか。なるほど、だから良気が。それならもしやおじい様も。だけどどうしてばっちゃんは神楽千年祭に私たちを呼び寄せたの？さあなぜかの。自分のしたことを忘れてしまったのか。アスカ、お前のばあさんもしかして。それなら優しく接してあげないとな。年寄りに優しくしようとするのは関心だが、私はまだボケちゃいないよ。今後私を年寄り扱いしたらぶっ飛ばすからね。ぶっ飛ばす？私を？ホムラちゃん、気をつけた方がいいよ。ばっちゃんはじっちゃんよりも強かったらしいから。何？あの半蔵より強いって嘘だろ？こう見えてもわしは元神楽じゃからな。元神楽だと？元神楽だろうがなんだろうが、老人の戯れに付き合う暇はない。用がないならさっさと帰らせてもらうぞ。残念だがそれは無理じゃの。千年祭が終わるまではこの世界から誰一人として出ることはできん。この世界？ずっと疑問だったんだけど、ここはどこなの？どこじゃろね。でも悪くない島じゃろ。生活に必要なものなんかもみんな揃えておいた。何も心配せず千年祭に没頭してもらいたい。ちょっと待て、勝手に話を進めるな。千年祭ってのはいつ終わるんだ？さあねえ。さあねじゃない。無断欠勤したらバイトをクビになってしまうだろう。